斧。すみません、こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はガーバーの、フリースケープキャンプハチェット、こちらを紹介させていただきます。こちらフリースケープのアックスシリーズで、3サイズ上地では今あるんですけど、約22センチ、約35センチ、そして今回紹介させていただくのはこちら約44センチと、重量は、まあ、一番長いやつですね、重量が約 980.9g、 ブレード材質はフォーゲットスチール、ハンドルがグラスフィルナイロンという素材になります。でちなみに、このように、グリーンとブラックのツートンのデザインカラーで、ランヤードホールがついているので、安全ストラップもつけておくことができるよと、で一応デザイン的には後ろの部分がハンマーとして使える仕様になっているんじゃないかと。そんなんで、ちなみにこちらはこのようにキャリングハンドル的な専用のケースがついております。で、まあ、今ちょっと台紙ついちゃってて申し訳ありませんが、このように装着して、ストッパーもかけられると、保管に便利と、このようにかけておくこともできるよと。そんなんでですね、斧、薪があれば本当は良かったんですけど、すいません、どこか人気のバイクショップさんとは違くて、店先に薪とか置いてないんですよ、うちは。すいません、まあいいや。ということで、こちら、下の方にリンクを貼っておきますので、よかったら検討の方をいただけるとありがたいと思います。ということで、今回はガーバーのダブルトマホークブーメランを紹介させていただきました。嘘です。フリースケープキャンプハチェット、こちら紹介させていただきました。最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。